はい、どうも、ビーレジェンド上谷です。今日はですね、今なんか動画なのに静止画で格好つけてますが、ビーレジェンド、染田がですね、パチコロができないっていうことで、ちょっとね、なんかお知るくださいって今言ってきたんで、じゃあレクチャーしようということで、ちょっとレクチャー動画にしてみたいと思います。よろしくお願いします。意気込みをどうぞ。そうですね、すぐに上谷さんに追いついて、すぐに動かしてみたいと思います。はい、ということで、じゃあちょっとレクチャーしたいと思います。まずですね、ちょっと染田くんがどれぐらいできるのかを先に見てみたいと思うんで、一旦膝コロでね、ちょっとやってもらおうと思います。はい、じゃあ染田くん、膝コロをやってみてください。あ、なんか非常にスムーズですね。お、スムーズ、スムーズ、お、全然問題ない。 OK、 はい、で、だけどできない。え、ちなみに膝コロは何回できるの？膝コロは結構何回、50回ぐらい。膝コロ50回できたら必ず立ちコロはできます。筋量的には。はい、じゃあちょっとなぜ立ちコロができないのかを検討したいと思うので、一度じゃあ立ちコロをできるところまでやってみてください。どうぞ。あ、なるほどなるほど。出て分かりました。ちょっとさ、解説してみたいと思います。ちょっとさっきの解説してみるとですね、染田君の場合、このままぐーっと来て、ここからこのまま、出てるかな、普通にね、全身の力が均等に入ってる感じなんですよね。均等に手から、ちょっと僕もね、今背中のタイミングって今やりながら、これちょっと震えてたんですけど、均等に入ってるんです。だけどこの大体、まあ、立ちコロでこの辺りまで来ると、もっとね、胸と二頭と肩、この辺りを固めるんですよね。力を入れてで固めると一気に耐える力が増えるから、だから大体ね、みんなダメ、できない人っていうのは、立ちコロで最後までいった7割から8割ぐらいのところでもう力尽きていっちゃう、もしくは7割から8割のところから戻ろうと思うとすごく力がかかるので、そこで上がれないんですけれども、その6割以降ぐらいのところでですね、腕、肩、胸あたりをグッとこう力を入れるんですね。ここを固めるんですよ。特に肩と胸、ここを固めるとですね、これ以上いかないから、腹筋で戻るんですけど、まずね、胸と肩が耐えるんですよ。ある程度伸びたところで、このあたりで腕と肩と胸で耐える。で、耐えたところから腹筋を縮めて収縮させて、腹筋を収縮させて体を腹筋で戻るとすると行きやすい。ちょっとやってみましょう。ゆっくりだからできるかな。ちょっと待ってね、もう僕もね、今背中やって腕も震えてるんですよね。はい、まあ、こうやってきて、この辺りからもう腕胸肩固めます。固めてここまで来たところで固めきって、ここから腹筋で戻ろうとします。わかるかな、動画でわかんないかな。この辺りからもう腕、肩、胸固めて、固めた状態のまんま伸ばしていって、伸びきったところから腹筋を縮めて、ちょっとお尻と腰をこうね、こう伸びたところからキュッてこう引くようなイメージ、お尻を引くようなイメージで上がってくる。そしてこう体をくの字にするイメージで帰ってくるとやりやすいです。ちょっとやってみましょう。ここから伸びきる手前から上半身を固めて、伸びたところから腹筋を縮めて、体をくの字に戻してくる。腹筋を縮めるイメージでくの字に戻ってくる。はい、じゃあ染田君に一回やってもらいましょう。はい、息ハーハーですけど、じゃあちょっと染田君にやってもらいましょう。さあ、一回やってみて、胸、肩、固めるで、伸びきらない、もう7割ぐらいで一回戻ってみようか。行ってみよう。ふーっと行って、その辺で一回戻ってみよう。戻る、固めて、そうもう一度行って、腕、胸、肩、固めて戻る、腹筋縮める、そうもうちょっとだけ行ってみようか。オッケー、そこで腹筋縮める、そうどうできそうな気がするよね。うん、じゃあもう一回できても、もうこれ疲労も重なってくるからね、かなり辛いけど、よし行こう。
ッケー、戻るかな、腹筋で、腹筋で、オッケーオッケー。今ね、ちょっと染田くんは手で戻りましたよね。だけど段階としては手で戻ると重心がね、体のおへその方に近づくから、遠ければ遠いほど当然負荷は強いのでね。だから一旦手でこのように戻してきてから、上からここまで戻してきてから、お尻で引っ込め気味にして腹筋縮めて戻るっていうのは、膝コルと立ちコルの間のステージはそういう状態ですね。ちょっと今インターバルもあるから、もう一回ちょっとやってみましょう。一回じゃあのある程度伸びた、一度わざと少しさっきまでよりも伸ばして、ちょっと勢いつけて腕だけキュッとここまで戻して、そこからお尻上げて腹筋縮めて戻るやってみましょうか。よし、こう伸ばしてみて、そこから腕だけで登る、腕だけで、そう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 、オッケー。もう一回だけ行こう。できるところまで腕伸ばして、腕戻す、そうで腹筋で戻る、オッケー。どう？なんか感じつかめたよね。なんかね、多分ね、結構これコツがあって、今みたいにあのね、胸と肩と腕、こう体をギュッとこう固める、あれが今まで耐えれなかったでしょ。パタっていっちゃうでしょ。あれなんでかっていうと、どうしてもみんなあの腹筋ローラーだから腹筋で考えるんだけど、だけどあのそこの伸びきったところっていうのは、非常に体のバランス取るためにもういろんな全身の筋肉使うんですね。だけど体を保つためには、バランス取るためにはお尻とか足の筋肉使ってるんだけど、上半身がパタンと倒れ込まないようにするためには非常に胸肩の筋肉を使います。だからその胸肩を使ってるっていうことを理解した上で、グッとこう固めてやるとですね、あまりパタンといかないんですね。で腕肩で耐えておいて腹筋で縮まる。で厳密に言うと、これをやるとなんていうかな、腹筋のトレーニングじゃなくて腕とかね、肩とか胸のトレーニングになっちゃうんだけれども、だけど当然もうできないっていう状態でやらないよりは、これをやって腕や肩に分散したとしてもやった方が腹筋への負荷っていうのは当然かける続けることができるから、なんかぜひですね、まあ皆さんも今みたいな形でねやっていただければ、立ちコロと、膝コロの間ができるようになるんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ実践してみてください。なんかもう一つ一言どうぞ。数ヶ月後に絶対できるようになる。数ヶ月もかかる。今一言教えただけで一発で、これちなみにね、ノーカットで一発撮りです。一回しかやらせてません。練習なしです。なんか練習なしでもこれぐらいできるので、数ヶ月言ってるけど多分ね、もう1週間もあればできますから、はい、ぜひやってください。皆さんぜひやってきてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。